馬場崎町駅は、鳥取県境港市、馬場崎町にある、西日本旅客鉄道境線の駅である。妖怪の名前から取られた愛称は、キジムナー駅である。境港方面に向かって、右側に、短式ホーム一面一線を有する地上駅。境港よりで、境湖線京都ホームの一部が交差しており、出入り口は、ガード下にある。 駅舎のない無人駅であるが、駅出入口付近に自動券売機がある。後付けの駅であるためか、ホーム幅は狭い。また、臨時快速港ライナーの停車駅である。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。境港市役所 AB、境線にご新駅開業。交通新聞、P1AB、JR 西日本新駅その後地域発展に大きな役割。 交通新聞 P2AB データで見る JR 西日本2019駅西日本旅客鉄道20192020年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月26日閲覧国土数値情報2011から2015年国土交通省2019年7月4日閲覧 国土数値情報駅別乗降客数データ国土交通省2020年9月13日閲覧ありがとうございます。